その1、彼女を彼します。1つ目に紹介するのは彼女を彼しますです。都内在住のダメダメ大学生の主人公がレンタル彼女を通じて知り合った美少女との王道のラブコメディ漫画です。この作品の本編に絡む NTR 要素はありませんが、218話にて主人公が振られたと思い妄想 NTR を接戦しているシーンが8ページも描かれていました。突如として NTR 要素をぶち込んできたので、当時読んでいた自分はかなり困惑した記憶があります。主人公の妄想の中とはいえ、読者からしてみればいきなりメインヒロインが NTR されたので少し炎上していましたね。その2、あいつの彼女。2つ目に紹介するのはあいつの彼女です。主人公が親友の彼女に迫られてしまういびつで危ない三角恋愛を描いた逆 NTR 漫画です。親友の彼女が主人公に対して様々な誘惑をしてくるのが本作の魅力で、親友の彼女がベッドに仰向けになって服をはだけて誘ってくるのにドキドキします。その3、ベルセルク。3つ目に紹介するのはベルセルクです。物語の舞台は中世のヨーロッパ。復讐のために敵を殺しまくる主人公を描いたバックファンタジー漫画です。基本的にはバトル系の漫画だが、エッチなシーンが多いことでも有名な作品で NTR シーンもある。主人公の前でヒロインが NTR されてしまい、嫌がる素振りを見せながらも快楽に流され、様々な濃厚な交わりを見せるダークファンタジーとエロをうまく両立しており、とても人気のある作品です。その4、インゴ島。4つ目に紹介するのはインゴ島です。修学旅行に来た主人公と学校のクラスメイトはトラブルにより脱出不可能な無人島に漂流してしまう。脱出不可能の無人島を舞台に生き残りをかけて先住民と争うサスペンスミステリー漫画です。この島では男性は労働者として奴隷とされ、美しい女性は権力者の妻となり性奴隷のような扱いを受ける。筋肉質で屈強な体をした権力者に美しい体をもてあそばれる NTR シーンを見ることができる。以上で作品紹介は終わりです。概要欄に今紹介した作品のアニメや原作を特に見れる方法を紹介しているのでチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。